はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、この間すき焼き作った時に焼き豆腐使って半分残ってたんで、それね、ちょっと使っちゃいたかったんで、それとあとお茄子もね、一袋買ったらちょっとね、結構ね入ってて、もうこれもね食べていかないとね、傷むともったいないんで、で、まあ何作れるかなと思ったら、やっぱり茄子とお豆腐のね、麻婆茄子豆腐ね、いつもこれ定番で作ってますけどもね、これになりました。で、あとは生協さんのチルド餃子を焼いて、今日はねこれで晩酌やっていきたいと思います。では、飲み物は、札幌産のうまみ絞りノンアル、尿酸値下げるってやつね。これで今日は行きたいと思います。じゃあシュッと開けて、じゃあね、シュワシュワっとね、シュワシュワっと注いで、よいしょ。で、焼酎は、生協さんの焼酎亭っていう2リッターの焼酎をね、これに小分けにして冷蔵庫で冷やして持ってきました。昨日ね、ご紹介したんでね、今日は割愛させていただきます。ペットボトルね、でっかいの邪魔なんでね、よいしょ。じゃあ軽くかき混ぜて、おお、今日もシュワシュワしてますよ、ほらほらほらね、いいですねではね、今日も皆さんね、一日お疲れ様でした。じゃあね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯いただきます。うん、うまいな、シュワシュワ。あ、富士山、最近富士山やってなかったな。富士山、おお、いいですね。富士山も綺麗に見えてますね。うん、富士山の見えるキャンプ場で1回ぐらいキャンプしてみたいですけども、ちょっと難しいですかね。青森もう雪ですごいっすよ、もうほんと今。また明日からね、なんかすごい寒波来るって言ってますよね。またもう水道とか凍っちゃったらね、やばいんでね気をつけないと。水抜きしてね、ちゃんとお風呂場水抜きしたりとかして、ちゃんとしないとね。この間お風呂場の水道凍っちゃったんでね、まあなんとか、お風呂場にファンヒーターつけてね、なんとか使えるようにしましたけどもね。凍って壊れるとこもあるんでね、水道管だやらなんやらね、壊れちゃうと大変なんで。じゃあちょっとね、一回置いときたいと思います。はい、ではね、いつものね、麻婆豆腐な、麻婆茄子豆腐かね、まあお茄子とね、焼き豆腐ね、焼き豆腐入ってますけども、こんな感じでね、お茄子と焼き豆腐入って、でもうあり合わせの具材で、残りね、しめじと、あと、長ネギぐらいしか入ってないですね、今回は。もう、今日、灯油頼んだね。灯油、いつね、灯油入れに来るかわかんないもんで、買い物に行けなかったんでね。じゃあ、ちょっと。おー、ナスもいい感じに柔らかくなってるかな。よいしょ。じゃあこんな感じで、よいしょ、お茄子ね、まず茄子からいただきたいと思います。おー、熱そう、いただきます。うん、あ、とろっとろ、うまっ。あ、これはね、今日の麻婆豆腐は市販の麻婆豆腐の素とか使ってないですよ。この間はね、久しぶりに丸宮さんの麻婆豆腐食べたいなと思って、丸宮さんの麻婆豆腐の素使って作りましたけど、今日は自分で調味料を合わせて作った麻婆豆腐ですね。うん、あ、焼き豆腐も美味しい。うんうんうん、おネギと茄子、うん、お茄子大きめに切りすぎたかと思ったけど、
大きめに切った方が美味しい。うんうんうん。うん。じゃあね、シュワシュワね。シュワシュワで。ではお次は野菜サラダね。よいしょ、絶対野菜サラダ用意してきました。今日はプチトマト残ってたのね。ハンバーグにね、彩りで使ったプチトマトがねまだね残ってたんで、もうこっち先使っちゃわないといたんじゃんね。今日はプチトマトを乗っけた、サラダにしてみました。では、癖になるうま塩リケンさんのねドレッシング、あ、ドレッシングも買ってこないと、あ、買い置きでも1本あったかな。明日もね、買い物行けるかどうかね、わかんなくて、すごい寒波が来るってね、こっちの方も凍結注意っていうか、かなりやばいみたいなんでね、下手したら停電とかもあるかもしれないっつってね、停電注意とかもあって、停電したらファンヒーターとかも、電気を使うね、ストーブ使えなくなっちゃうんでね、一応東日本大震災の後にストーブ買ったんですよ。電気使わなくても使えるストーブ。あ、じゃあトマトからね。うん、あ、サラダチキンはね、生協さんのサラダチキンね、 20% オフのやつね買ってあったんで、これ使ってます。コロナの石油ストーブね買ってあるんで、まあ、停電しても最悪暖は取れるんでね。あ、じゃあちょっとね一口、うわー崩れそう、もうじゃあもう一個食べて。今日なんとか灯油もね間に合って今日入れてもらったんでね、あとは万が一停電した時のためにモバイルバッテリーとかに充電しておいてね。あとあれもあるんですよ、太陽光発電で発電して USB で充電する発電機、太陽光発電の一応ね買ってはあるんですよ。うん、なんで最悪電気ね止まってもそれでスマホとかの充電はできるんで、あとは念のためにってわけじゃないですけども、バイクのね空気入れたりとか、あとバッテリー上がった時にこうバッテリーねつないでこうエンジン始動させるような機能ついたやつ念のために買って、それもねバッテリー機能があるんで最悪それも使えるし、まあ、何日かはね、まあ、スマホとかぐらいだったら使えるかなっていうね、停電しても。うん、あとは充電式の LED ランタンがあるんで、それもちょっと今今日日の当たりのいいところにね置いといて充電してたんですけどもね。うん、この寒い中停電してもう火使えなくなったらもう最悪なんでね。で今日も灯油頼んだんですけどもね、1ヶ月12月の頭に入れて1ヶ月でもうね税込みで 18,499 円、灯油251リッターかな、単価67円、ね、1ヶ月で12月ですよ。12月、まだ冬入ったばっかりの12月の一月の灯油代がもう 18,500 円ですよ。こんなね、
12月からこんなに灯油使った記憶ないっすよ。ほんとすごい、めちゃめちゃ寒い今年の12月って、今年の冬は。なんでまださらにね、やっぱファンヒーターの設定温度はね、20度からね18度まで下げましたよ。もうお金かかってしょうがないんでね、大変ですよ本当今年は。雪かきも大変だしね、もう明日どうなるかね。ではじゃあちょっとここでね、今日日本酒向きのつまみが全然ないんで、もうここで日本酒飲んじゃいます。いつものね、ちょっぱり青森のね地酒、弘前のね、六花酒造さんというところで作ってる青森県弘前市の地酒の、ちょっぱり、昨日も飲みましたけどもね、日本酒飲みたかったんでまたちょっぱり持ってきました。そんなにねたくさんは飲まないんですけどもね、日本酒もいっぺんにそんなにねガバッと飲まないんですけども、やっぱりちょっとは飲みたいんですよね、いろんなのね。でやっぱり日本酒も飲みたいんで、ちょっぱりもいただきます。明日はお刺身、山かけ用のマグロのお刺身買って、年末年始ね、高くてお刺身買えなかった時のことを考えて一応買っておいたのあるんですよ。で冷凍してたのあって、それ今解凍中なんでね、多分明日それ食べると思うんで、明日はねお刺身に日本酒って形になると思いますけどもね、今日は何もね日本酒向きがないんで、つまみがね日本酒だけで飲んでますけども、これね冷蔵庫で冷やしてなくて寝室に置いといたんですよ。寝室にストーブつけてなくてね、冷蔵庫の中にね入れておくよりね、ストーブついてないところにね置いといた方がね、冬場はね冷えるんで、多分ね暖房つけてない部屋はね5度ぐらいしかないですよ、日中でね。日中5度しかないと思いますよ。で今朝はね朝起きて温度計見たら、室温が、0.8 度でしたね、今朝の室温。また凍るとこだったんで、ね、危なかったんですよ。今日はちょっと警戒しとかないとね、凍っちゃうと本当大変なんで。ではじゃあお次は餃子いただこうかな。餃子ね、餃子のタレちょっと切らしてたんで、焼肉のタレ、原タレ、スタミナ原タレのねゴールド、今日はねこれで餃子食べてみようかなと思います。よいしょ。原タレもいろいろ使えてねいいですよね。原タレのこのね原タレ使って、お鍋とかもね、火鍋みたいなの作っても美味しいんですよ。原タレでスープ作ってね、前に動画でやったんですけどもね、全部作ってないからまた一回食べたいですけどもね。原タレの、原タレ使って、あとラム肉入れてね、火鍋風にして作るの美味しいんですよ。じゃあこれ盛京さんのチルド餃子焼いてきました。焼けてるかな、ちゃんと。おー、いいんじゃないですかね。よいしょ。あー、刺さっちゃった。あ、いい感じで焼けてますよ、ほら。わしょしょ、くっついちゃって、こんな感じですね、焼き具合で。ちょうどいいんじゃないですかね。ちょっとこっちは焼きが甘かったかな。まあでもね、美味しそうに焼けましたよ。ではこれをね、原タレでいただきたいと思います。よいしょね、こんな感じで中身割ってお見せできるかな。ちょっとね、どうだろう、ちょっと難しいな。ちょっと難しいですね。無理にやってこうひっくり返したりとかしたら、たまにねひっくり返したりとか、ね、すると大変なんでね、
あの大トロとかね、あのひっくり返したりとかね、あの動画見ね見てくださってる方はねご存知だと思うんですけどもね、この間あのお寿司食べる時もね、あの大トロのお寿司ねひっくり返ったりとかしてね、危ないんでちょっとね割ってお見せしたいところなんですけども、これでね、ゲンタレとちょっとコチュジャンちょっとつけてね、これでいただきたいと思います。いただきます。うん、ゲンタレと焼肉のタレも、あ、ゲンタレと餃子もよく合う、おいしい。うん、ウイスキーも持ってきたんですけどもね、ウイスキー向きのつまみもないんですよね今日。キムチにウイスキーは合わないしね。じゃあちょっとね、軽くかき混ぜて置いといて、でウイスキー飲んじゃおうかな。氷を用意して、氷を用意してね。で今日はね、ジンビーム買ってきましたね。いや、すい買ってきたって、買い置きしてたやつね、ジンビーム。これね、なんかおまけついてたんでね、キットカットがついてますってことで、あ、キットカット食べよう。キットカット、これたキットカットがついてますって書いてあるんで、これ中身キットカットだと思うんでね、キットカット食べてウイスキー飲もうかな。これちょっとおまけ開けてみますね。よいしょ。あー、1個入ってる、1個。キットカット1個。なんか、え？なんだこれ。空倍って書いてありますね。空、ブレイク倍？あ、熊本の方言っていうことなのかな？この、ラーメン。これ ラーメンの中にキットカット入ってますよ、ほら。わかりますかね、これ。なんでしょうね。これ、熊本ブレイク合戦とか書いてありますね。熊本ブレイク合戦、その43ってなってますね。わかるかな、ちょっと光っててわかりにくいか。空ブレイク倍みたいなこと書いてありますね。でラーメンの中にキットカット入ってますラーメンにキットカットってどんな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 んだかよくわかんないんですけども、まあね、じゃあ開けてねいただきますよ、キットカット。よいしょ。おー、久しぶりだな、キットカット。じゃあいただきます。うん、おいしい。サクサクして美味しい。じゃあ開けます、うん、あー、チョコレートには合うでしょう。ウイスキーバーボン、よいしょ。じゃあね、ジンビームをロックで。おー、いいですね。よいしょ。じゃあね、キットカットに合わせてジンビームいただきます。いいですね、このバーボンの香りがいい。このちょっとスパイシーな感じのね、華やかな感じのね、やっぱジンビーム美味しいな。安いですしね、ジンビーム1本1000円ぐらいで買えるんで。ジャックダニエルはね、ちょっと高いんですよね。高いし、ちょっと攻め台衆がきついんで、あの人選ぶんですよね、ジャックダニエルは。あれも私好きで美味しいとは思うんですけども、ちょっと高くて買えないんでねあのうちの動画ではなかなか出てこないですけども、でもまあちょっとね、攻め台衆きついんでね、あれは。こっちはね、そこまで攻め台っぽくないんで、スパイシーな感じとね、華やかな感じがね、あって、美味しいウイスキーですよ。
じゃあキムチはいいか、キムチは後で食べることにして、じゃあ麻婆いくかな、麻婆茄子豆腐。よいしょ、ちょっと時間経っちゃってね、冷めちゃったんで、本当はね熱々食べたい、餃子もそうなんですけどもね、熱々食べたいところですけども、どうしてもね時間経っちゃうんでね、いろいろこう運んだりね、あの部屋まで運んだりして、あと写真撮ったりとかして、あとね撮影しながらでも時間どんどん経っていくんでね、ほんとこう熱々出来たてのところをね、の熱々を食べた方がいいんでしょうけども、なかなかそういうねお店できなくてね。では、あーピント合ってない、ピント先輩いいか、でじゃあおナスね、うん、あ、おいしい、焼き豆腐ね、焼き豆腐、麻婆豆腐に焼き豆腐使う人はあんまりいないと思いますけどもね、まあね余っちゃったのもったいないんでね、うん、使わないと、なんで今回はね焼き豆腐を使った麻婆豆腐ですね、うん、おいしいですよ、うん、あニンニクが効いてていいな、ニンニクはこうね、あの叩いてこう潰して使ってます、その方が香り出る気がするんでね、うん、ニンニクもちょっと香ってて美味しいっすよ、うんうんうん、本当はねエビとか入れたいとこなんですけどもね、うちの麻婆豆腐ねエビ入るんで、エビ入れて食べ、あの麻婆豆腐作るとねエビの旨味が出てもっと美味しいんですけども、今日はねエビもなかったんで、まああり合わせでね、うーん、麻婆って感じになりましたけども、うん、うん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 、美味しい。ではね、今日の晩酌動画の方はねこの辺で締めさせていただきたいと思います。またちょっと短めにね、あの長くやると大変なんでね。ではあとはねアニメかなんか見ながらまたゆっくりね晩酌続きやっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画編集してアップしたいと思います。でよろしくお願いします。でシュワシュワ飲んで、ブルーレイのあのプレイヤーのねお部屋ジャンプリンクがあのもう壊れちゃっててね、リビングで録画したリビングのなんだっけ、録画する機械で録画したやつね、お部屋ジャンプリンクで見たいんですけども、お部屋ジャンプリンクがねもう壊れちゃっててね見れなくて、いろいろ録画したのあるんです。あ、そういえば鈴宮春日の消失、あれ撮ったんですよね。あれ撮ってあれ、ね、ブルーレイのねディスクにね焼いたんで、それ見ようかな。あとお正月のアニメで天気の子なんか放送してたんで、それも一応撮るには撮ったんですよね。あと魔法科高校の劣等生の映画、なんか星降るなんとかかんとかってやつちょっとタイトルよく覚えてないですけども、それも撮ったんでね、まあそれもそのうち見たいなと思います。のんのん日和のねあの沖縄行くやつね、あれはもうね録画してあれは見ましたけどね、やっぱ面白いですね。のんのん日和の3期は BS 東京、テレビ東京の BS のやつで青森でも見れるっぽいんでね、もう楽しみにしてて、あとゆるキャンの、2期もありますしね、あんまり話しなくなりますね。ね、ゆるキャンの2期もね楽しみにしててね、いろいろ楽しみなアニメもあります。今日はね春日見ようかな、春日でも途中までね
見て、あの最後まで見れないんでね、酔っ払ってね分かんなくなっちゃうんで、ではね、今日はねこの辺でね、動画の方をね締めさせていただきたいと思います。またね話長くなってね申し訳ないです。じゃあまたね明日よろしくお願いします。